皆さんどうもピーマンドウエストというわけで、今回の実況からですね、また新たなエリアを攻略していくからね、二大叶いエリアになりますね。じゃあまずはこのエリアの一つ目、二大平原から攻略していきましょう。ステージ1、なんだ、涼風の平原、なんだ、すげえかっこいいな。ここは、水のモンスターがね、大量に出てくると思いますので、基本水タイプですね。ほんで、闇のモンスターをね、前回の実況で手に入れたので、これから5色ダンジョンになるね。ほら見て、闇のドロップもありますから、パーティーの方には闇の方は入れてませんね。どうしましょう。揃えても何の意味もないね。闇はあまり揃えない感じで、よろしくお願いします。これちょっと終わったらパーティー組み替えしないとね。闇の魔剣士を手に入れてるんで、そっち出ていかないとダメだ、これ。で、どっち行こうかな。これ左、絶対左行った方がいいでしょ。炎のドロップを揃えばいいんだな。はい、これで OK。イエース。これ右から行く人いないね。絶対左だよ。また敵が出てきた。闇のドロップ大量来るんだけど、こんなない時に来られても困るんだけどね。いらないから早く消費していかないと。ああ、痛い、やめてくれ。はい、OK。ああ、一匹残ったか。勝てな、こいつ。いてえ、やめろ、てめえ。燃やし尽くしてやる。俺の炎はよく燃えるぜ。はい、OK。で、宝箱。あと、闇を同時に4つ消せ。闇か。ちょっと待て、これ、まず闇のドロップがないので、闇のドロップを増やさないとね。うわ、ダメだ、まだ3つしかねえ。あー、もう鬱陶しい。こんな時に足りねえんだから。こんな時くらいあってくれ。あ、よしよし、1つ来たね。これで4つ揃えれるわ。はい、これで4つ同時。クリアでございます。だこういう時に限ってたくさんコンボが繋がるっていうね。残しといて、次に。腹立つわ。オーケー、危ねえ危なかったね、今。よっしゃ、ワンターンキルだ、グッバイ。で、次バトルだな。あ、違うのか。痛い。ドロップチェンジ火。あ、これ逆にありがたい。今俺炎のパーティーたくさんいるからね。あ、木に変えられた。でも木たくさんあるからいいや。これ見てよ。木のモンスターは1体しかいないけど、これだけ、ね、たくさんのあれが、ドロップ消せれたら大ダメージだよ。助かったー。あ、ほんで、ここでバトルか。あ、違うね。あ、すんげえなんか強そうなの現れたけど。燃えろ、よく燃えろ。オッケー。やっぱちょっと難易度上がってますね。ダメージも結構食らうようになって、なかなか一発で倒せるってことが少ないわ。まあ、それは難易度上げてもらわないとね、簡単に行けすぎてたら面白くないからね。さて、ワルリンやら色々と出てきたぞ。闇のドロップ大量、だからない時に出すのやめよって。で、これで闇のパーティーにするじゃん。ほんなら闇のドロップが全然来なくなる。パズドラというのはそういうゲームですからね。意地悪なとこがあるからね。意地悪すぎるよ。いて。はい、まあでもこれでクリアだ。はい、オッケー。ありがとうございます。まずステージ1。あっさりクリア。あっさり。っていうことでもないけどね。結構ちょっと苦戦したけど、ま、あっさりでいいか。お次ステージ2だね、ですな。これで、ちょっと闇のモンスターを、闇の魔剣士を入れていきましょうか。はい、お前だ、レベル1レベルか。どうだろうな。まあ、弱いですけど、まあ、すぐレベル上がると思うんでね。よし、このパーティーで OK。で、誰連れていこう。助っ人ね。闇の、あれいねえのか。あ、草ばっかだな。まあ、いいか。はい、じゃあ草のモンスター詰めていきましょう。こんだけ助っ人が草だらけってことは、もしかしたら次水のモンスター大量に出てくるかもね。またニック、いや、知ってるかじゃねえ、ダンジョン中にやめろ、それ。はあ、奴の水を飲むととてもいいことが起こるんだぜ。
はあ、スキルポイントが溜まったり、手に入れる経験値が上がったり。へー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 。だからなんでそれ行く前に教えてくれない？これ本当いる？このイベント。一回一回やめてほしいの、ダンジョンに集中したいから。なんでまず敵倒す前にニックが出てくるってどういうことよ。不満しかないわ。このニックとかが出てくるのさえなければ神ゲー。一回が出てくるから本当鬱陶しい。鬱陶しさを覚えるんだよね。マジで何なんだ。ダンジョンに行く前に教えてくれる情報だらけでびっくりするんだよね。ダンジョンに行く前に聞かせろやっていうツッコミ毎回してるからね。これ毎回だよ本当に。飽きてきたわもう。あっち、グッバイ。わあ、これ広いな。これなんか来たぞ。初めて見る、なんか、ステージだね。あ、これがドラゴンロッドか。スキルポイントがマックスまでアップだってよ。いいことだらけじゃないですか。あ、これは、このステージはちょっとありがたいね。ニックの説明なかったら何かわかんなかったから。ニックナイス。よく出てきてくれた。こういうタイミングで出てきてくれるのはありがたいんだよ。なんかボス前に出てきてちょこちょこって言って帰るのやめてほしいんだよね。で、それも結構ね、ダンジョン前に言ってくれたら帰れたのにっていう。パーティーメンバーここでもできるのよっていう。いや、それ先教えろや。その画面で教えろやっていう話でしょ。はい、オッケー。このダンジョン長えな。どっちから行けばいいんだこれ。どっちから行っても同じだろう。なんかどっちかといえば前の方が近そうなんで前から行ってみよう。はい、草の方からね。あ、ミスった。あ、やばいか。せめて闇のドロップだけでも。いや、やっぱレベルが低いからね。まあレベル4レベルまでもこの魔剣士上がってるんだけどね。まあそれでもやっぱまだレベルが低いから大したダメージ与えられないよ。はい、これで終わり。終わりじゃねえ、全然終わらねえ。ちょっとこれ終わったらちょっとモンスター強化とかちょっと進化させていくわ。さすがに厳しくなってきてるね。全然ダメージ削れてない。はい、オッケー。うん、あー、全体攻撃で倒さないと。あ、これ終わったかもしれないな。どうだ、いけるか。うわー、死ぬ死ぬ死ぬ、やめてくれ。闇、あー、火のドロップがやべえな、これ。逆にちょっと助かったわ。はい。あー、攻撃されてた。死んでたよ、こう、チェンジ、スキル使ってくれたから助かっただけでね。攻撃なら間違いなくこのターンでいってましたわ。助かった、センキュー。優しいやつだ、あいつは。気使ってくれたんだろうね。ちょ、体力回復しないとな、これ。はい、ワンターンキルいただき。あ、ほんでボスか。えい、ボスだボスだボスだ。すんげえ弱そうなやつが大量に出てきたけど、俺ならいける、俺ならいける。あ、ミスった、危ねえ。はい、スキル使おう。はい、クリーンブレス、これで終わりだ。燃えろ、よく燃えろ。はい、終わった。簡単に勝てたね。あ、よかった。また闇の魔剣士レベルアップしたね。8レベル。1個のダンジョンクリアしただけでこれだけレベル上がったね。すごい経験値もらえてるわ。よし、あー、ステージ3まであるんだ。あーの前にね、まずはちょっとレベルアップしたいので、レベルアップするために戻りましょう。進化できると思うんでね、今。進化するのここだったよな。うん。あー、これ違うわ。ゼス、エッグの解析だ。あんま一応しとこうかな。この闇のエッグは何なんだ。おー、いいじゃない。ワルゴンだ、ワルゴン。これ進化させれば強くなっていくよ。まあ、それ以外はやらなくていいかな。うん。はいはいはい、ここ、ここ、ここ。モンスターを進化させますか。はい、させるんです。
あ、進化できるの限られてるな。じゃあこの草のモリゴンを進化させましょう。で、OK ですよ。で、これチップを揃えていかないとダメなんだよね。はい。これどこだ？あ、これだ。OK。最後これね。はい、終了。イエーイ。おお、ワイルドになったじゃん。モリゴンからこれなんて言うんだろう。はい、モリエット。え、何それ。モリエットですか？かっこよくなったね。それ以外進化させずに。よし、これでまた一つ強くなりましたね。ただあの子供のちょっとドラゴンがね、まだ進化できないんだよね。何が足りないんだろう。わかんねえ。俺にはわかんない。だからダンジョンクリアしていくよ。オッケー。で、まだまたここのダンジョン、未来平原ですね。ステージ3までありますから。お次は、なんていうんだこれ。ノアキの平原ですかね。で、パーティーメンバーはこれで OK。で、野本。うん。冒険者野本の、助っ人を使いましょう。うわ、ここもなんか広いぞ。誰だこいつ！ハゲてるしめっちゃ。どんな髪型だよ。中国人キャラクターか。だね。ふん。ドジっ子でもあるぞ。ここのボスってことか、こいつ。ほんとだよ。何がしたかったんだ。怖えよ、あのハゲ。髪型からしてまず怖いっていうね。どんな髪型よ。よし。うわー、なんか強そうなの来た。これはマジな。はい。燃えろ。いや、やっぱ一発では倒せないね。勝てえわ。ダメージもそこそこに食らう。闇ドロップだな。あー、ミスった。よくミスる。どうしたんだろう、今回。おかしいね。イエース、グッバイ。で、どうやっていくかな。あ、これも右から行った方がいいよね。あれあるじゃん。闇のドロップ、アイコン揃えましょう。はい、これで OK。あー、炎いらない、炎いらない。危ない、危ない、危ない。よし、これで右から行くことができたよ。うん、うん。あー、これだけ揃えば十分だ。死体打ちレベルで揃ったね。はい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 。死んでもなおまだ攻撃する男だ。はい、グッバイ。うん、ドラゴンロッド。スキルポイントまでマックスまでアップ。そして消えていく。どこに消えたんだろうね。うわ、またこいつか。こいつ苦手なんだよな、強いから。これまずいぞ。一体くらいは今倒さないと。全然揃わなかったね。あ、まず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 、全然揃わない。やばい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 。一体も倒せない。これちょっとこのターンまずいわ。うわ、めっちゃ食らう。次ダブルで攻撃してくるからね。回復回復。今のモンスターの火力ではこれなかなかダンジョン攻略が厳しいよ。もっと強くした方がいいな。よーし。で、合計4コンボね。4コンボか。光がたくさんあるんで、まあ、とりあえず光揃えましょう。どうすればいいんだ。まあ、とりあえず光。下手くそだな、俺。あと2コンボ、大丈夫。俺ならいけるよ。はい、オッケー。うん。えい！やっぱこいつ、真ん中のやつが高いわ。これなんていうの？光？キラディス？あ、すげえ名前だね。かっこいいわ。このキラディスさんがちょっと強いとこあるんで。こいつ先に倒した方がいいかな。あー。いけ。やめておくれ。痛みには弱い人間なんだ。
よし。ボスカモン、いつでも準備できてるで。あー、またボス前にザコだ。もうザコが多いな。なんて倒したいんだよ。ちょっとこういうのがめんどくさいよね。ボス前に大量にいるからさ。あんで、これでボスだ、いよいよ。で、このステージももう終わりじゃないかな、このエリアもね。お、またこいつか。何？双子だったのか。何？ジュンジュン。こんなハゲ二人もいらねえよ。青き攻防、ムームーとジュンジュン。もう無視して先に行けそうな雰囲気だけどね。いきなりなんかボスっぽいのと戦い来たね、この最初のエリアからね。もうものすごいハゲてますけどね。あー、まあ余裕で倒せそうだ。任せろ。はい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 、はい、はい、たくさん揃えますよ。ただ、このステージでは、この敵に対しては火のドロップ揃えてもあまり意味ないね。半減されますから。ワンターンキルか？アイワンターンキル、弱々しいハゲだ。そんな髪型してるから俺にあっさりやられるんだよ。どういう髪型よ。どういうヘアスタイルだよ。床屋行ってなんて言うんだよ、それ。うん。まだ戦いあんのかよ。もういいよ、終わりでいいだろう。クソ弱かったぞ。はい、やっぱこのエリアこれで終わりになりますね。はい、戻ってきました。で、また一回一回あの本部に読み物されるんだよ。俺はもう続きでやりたいのに。やらしてくれよ。うん、まだ水の神殿にはいけない。次は水地の洞窟だね。水の神殿に行くためには、あと4つのエリアを攻略して、そこから水の神殿ってなるわけだからね。長いな。おっと、お次はこちらだね。水地の洞窟。古き時代、水地という大蛇が住んでいると恐れられていた鍾乳洞とのことだね。いるんじゃねえか、それ。さて、ステージ1は、水地の牙ですね。で、パーティーもこれで OK ですね。んで、何連れて行こう？じゃあ、ニックのキャラクター連れて行こうか。うん、これで OK。今んとこでもなんか、水の神殿、水がテーマなの？そんな水のモンスター出てこないよね。マジで？仲間になってくれたね。なんなんだこいつは一体。怖いんだけど。ないや、うわ、すごい強そうなやつ出てきた。まあ、とりあえず攻略していきましょう。こいつが何なのかというのは現時点でわからない。まあ、確か物くれた優しいやつではあるんだけどね。急に物くれたから絶対怪しい人だよ。みんなもついていかないようにね。そういう人たくさんいますから。気をつけて。そういうやつ、ろくなやつはいないからね。急に物くれる大人なんていないんだよ。これ横あれじゃないの？メタドラだっけ？だよね。あ、またサラじゃないか。よく来るね。
ありがとうサラ。だからそれダンジョン前に教えてくれっつってんだよ。ダンジョンの雰囲気ぶち壊しなんだよな。火のドロップを揃えるのか。あーちょっと待って、揃えられない。ちょっと来ておくれ。カモン。よし、来た来た来た。はい、これで OK だね。あー草も揃っちゃったじゃん。腹立つな。はい、これで OK だ。はい、左側行けましたね。で、これ障害物。あー火のあれで攻撃しないとダメなのか。ちょっと待ってくれ。火なんてねえぞ。まずは他のドロップを消して、火、火、火。ちょっと火来いよ。ほらね、これパズドラの悪いとこ。あ、できたね、普通に。あ、関係ないんだ。そのドロップの、今、炎のマーク出てましたからね。それでしかダメージ与えられないのかなと思った。そういうわけでもないんだね。早とちり、ごめんなさい。中途半端体力残しやがってムカつく野郎だな。これで終わりだ。全員消えてしまえ。で、来たよメタドラ。よっしゃ。あ、メタドラも攻撃回数なんだよね。さ、このメタルスライムみたいに逃げたりはしないよね。逃げたら最悪だよ。だからたくさんのアイコンで、アイコンドロップを揃えてね、攻撃しないと。全然できねえな。倒すの時間かかるぞ。逃げる。あー逃げるんかい。なんだよそれ。そんなとこメタルスライムかパクらなくていいよお前。なんでパクったんだよ。そこ重要じゃないでしょ。あー腹立つわ。逃げるが特技なのか。俺でもできるわ。よくやってるわ。俺の特技日常でめっちゃ発揮されてんだけどね。ワンターン切るかな？うん、オッケー。これだけコンボが揃えばワンターンでしょう。で、このステージ1のボスと対決になるかな？の前にもう一回雑魚はなしだね。ボスだ。来た。めっちゃ強いそうじゃん、こんな。お前さっき戦ったハゲより強いじゃねえか。あいつ一応主要キャラクターだろ。そのハゲより強いものをここで出すんじゃねえよ。威嚇、なんだ？あー、攻撃、あれだ。封じられるんだね。見てよ。ニックの助っ人の貴族性のモンスターが行動不能になってるね。これではアイコン揃えてもドロップ揃えても攻撃ができないから何の効果も発揮できないよ。まあ、でも2ターンで切れるっぽいんだね。うわ、痛い痛い痛い。やばい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 。ここでここでここで、ガードブレイクガードブレイク。守備力を下げて。スキル最初から使っときゃよかった。フレームブレイク。燃えろ。ああもういけるね。はいゴー。はいゴー。ちょっと残るんかい。バーサークってなんだ。攻撃力アップか。はいこれで終わり。一定ちょうだい。はい、終わったー。うわ、卵ドロップしてくれたらよかったの。さすがにしねえか。そこまで運のある人間ではないんでね、俺は。まあ、いや、ステージ1クリアですが、めっちゃ強い敵だったぞ、今。あのハゲが使ってたクソのモンスターよりめちゃくちゃ強そうだった。で、ステージ2、水地の喉ですね。ほんで、なん連れていこう。じゃ、五兵の助っ人キャラクター行こうか。水だね。レベルが17と高いからね、君に決めた。一緒に来い。そして俺のモンスターにならないかい？また強そうなやつが出てきた。はい。おほほほほ、コンボ揃いまくり。で、これは当然真ん中から行くのが一番ベストだと思うけどね。真ん中は何が必要だ。またこのハゲ出てきたのか。
なんだったんだこのイベント。で火のドロップね。おー、間に合い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 、イエス。はい、真ん中行くことができました。ただこれまたあるね。はい、これで終わり。おーし、あー、ちょっと待って、何も揃わないかもしれない。あー、よかった、揃ってくれたね。ほんと今回ミス多い。下手くそだからね、俺。今気づいた。うん、俺って下手くそだったんだ。下手くそすぎるね。ドラゴンロッド。なんだ？スキルポイントがマックスまでアップ。ただもう溜まってんだよな。マックスまであるもん、マックスに溜められても何の嬉しさもない。要するに何もしてねえってことだよ。マジか、こいつ。なんか、うわぁ、初めて見るやつ来た。かわいいね。君かわいいね。あー、ほんで、硬いし。妙に硬いのがちょっと腹立つとこ。えい。で、メタドラ、今度は倒してある。攻撃回数だからね、多くのドロップを揃えないと。よし、とりあえず3つは揃った。はい。あ、4つか。はい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 。3ターン経ったら逃げるのかな。とりあえず水は絶対揃えないとね。ああ、水だけで終わりそう。オーマイガーオーマイガーオーマイガー。最悪。ヒカルも揃ったね。3人出る。3体出る。よしよしよし。うわ、また逃げるか。うわー、2ターン中倒さないとダメなのかい。なんだその鬼畜。メタルスライムでももうちょっといてくれるぞ、お前。あいつ結構気使ってくれるからね。せっかくメタドラのとこ来たのに。倒せなかったら何の意味もねえじゃねえか。はい。よし、終わった。次ボスだ。えい。おお、また強そうなん来た。次はあれだね、ランス持ってるわ。あー、ガードブレイク。初っ端からスキル使いまくってやる。守備力下がれ。フレームブレスじゃ、ほら、もらおうもらおう。燃えちゃえばいいんだよ。えい。3分の1は削れてないかな。もう一回。あーは使えないのか。いや、使えるね、フレームブレス。はい、オッケー。で、ここから Y のターンや。エンジン全開でいくで。はい、揃いまくり揃いまくり。オッケーオッケーオッケー。何コンボだ ?6 か。一気にいくかもしれない。あー、ちょっと残るのか。バサク。これ攻撃力上げてくる。防御ダウンで攻撃力アップ。あ、そうなの？防御を生贄に攻撃ってか。はい、でも終わりね。うん、君が攻撃する前に終わらす。自ら防御力下げてくれてありがとう。まあ、プラスはあるけど、マイナスはある。あの状況でする特技ではないよね。あ、絶対死ぬじゃん。死にかけてる上に防御力下げたら死ぬよね。さて、お次は水地の胃袋だね。だんだん怖くなっていってんだけど。だんだん奥に入っていってるっていうね。じゃあ、野本の助っ人キャラクター使いましょう。うん。これもこのステージ3で終わりじゃないですかね。うわ、ボスまで投げな、これ。どっちから行こうかな、これ。まず正面行った方がいいね。ドラゴンロッドがあるから。うん。はい、正面。
おほ8コンボか。ワンターンキルだね。はい、全員行け、行ってよ。おお、3つのドロップが Z ドロップ変化。センキュー、初めての効果だね。ここまでスキルポイントをマックスにしてくれてたんだけど。おお、増えてる増えてる増えてる。あ、めっちゃ光ってる。もう目が痛いほどに。目が痛いです。助けてください。なんだこのバーバリオン光が。1回しか倒せないっていうね。せっかく Z ドロップ用意してくれたのに。もったいねー。ここではしっかりと全員倒すよ。はい。2つ Z ドロップをしようだ。中途半端ちょっと残ったか。まあいいや。はい、はい、終了でございやーす。でこれどっちか行こうかな。右から行った、左からの方がちょっと早げ見えるね。左で OK だ。うん、あ、でもどっちから行っても同じかな。同じっぽい。もうどっちでもいいや。うん、正解はどっちでもいいんだ。ハートドロップばっか揃うんだけど。えい、でたくさんいる。あー、全体攻撃のドロップ揃えたかったな。なんか一気に倒せたのに。うわ、これやべえぞ。一気に攻撃くんじゃねえか。あ、またドロップチェンジか。これありがたいんだよな、むしろ。ほらね、こうやって連続で攻撃される方が俺的には辛いっていうね。あ、まずい、体力回復できなかった。うわ、一体しか倒してねえし、まずいな、これ。逃げる。あ、逃げてくれた。また逃げた。お前も逃げるのか。全員逃げた。ああ、いいやつじゃないか。いや、俺が追い込まれたかったの。追い込まれてたのね。俺が逃げてえわ。そんなスキル俺も使いたかったのに。ありがとう。なんで逃げるを選択したんだろうね。優しいやつなんですよ。本気で倒すつもりじゃなかったんだね。ただ予想以上に俺が下手くそだったから、こっちがダメージ食らいすぎたからね。気使って、なんでこいつこんなダメージ食らってんだよ、これ以上攻撃したら死ぬじゃないか、思って気使って逃げてくれたのね。ありがてえ神か、お前は。てか、なんでそんなやつがこんなゲーム出てんだよ。ゲーム上そういうキャラクターはあまり褒められたものではないよ。普通攻撃してこないとね。はい、ほんでボスだ。わあ、上級団員かい。何のセリフだよ。そんなストレス俺にぶつけてくんじゃねえ、お前。最悪なやつだな。まともなやついねえじゃねえか、これ。強いの来るんだろうな。うわー、それも2体かい。とりあえず共にガードブレイクで守備力を下げて。惜しいぞ。で、フレームブレス。ねえねえ、まずはとりあえず回復からだね。そこから始めないと。死んじゃう。あー、もっとコンボ揃ってほしかったわ。まあ、とりあえずこれで体力マックスにできた。どっちか倒す方向決めないとね。うわ、強制パワーアップ薬で攻撃力上げてきたな。これはちょっとまずいんじゃないの。ちょっとどころかかなりまずいんじゃないのって。うわ、もっとコンボ揃えや。どうでもいい時に揃って、こういうとこで揃ってくれねえんだからね。超連続攻撃、嘘だろ。うわ、はい、終わった、はい、終わった、はい、終わった。こんな、なんだ、超連続という名のズルじゃないか。癒しの光、体力700回復。なんだ、それ。超連続攻撃とかいう、ただのズル。あのね、ほんとズルやめよ。一回ずつっていう攻撃のもと、このゲームは成り立ってるんだからね。こっちにもやらせろ、それ。よし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 。まずどっちか最初に倒す方向を決めておいた方がいい。2体同時に倒そうとすると絶対やられるから、そこ注意だね。えい、オッケー、危なかった。なんとかクリアだ。
ほんで、あと体力回復できるスキルを持ってる、そいつを持っていかないとこれまずいことになるね。今、回復できなかった。死んでたわ、俺。負けたのに喜ぶな。まともなやついね、本当に。えいで、このエリアも、取り返しましたね。毎回この小学生並みの感想やめてほしいわ。言うことないんだったら次行けや。水の神殿が海に囲まれてるのは君たちも知ってるな。初めて知ったわ。いや、いいえ、うん、船で行く必要がある。うん、まずは三つ葉の森を抜けて東に向かってくれとのことだね。水の神殿行くまでにはまだまだかかりそうですね。次回攻略するのは、三つ葉の森でございます。じゃあ今回の時期はこれにて終わりね。ここまで見てくださった皆さんありがとうございました。やっぱこのエリアからぐんと難易度が上がりましたね。まあ、今後もかなり苦戦することになりますが頑張って攻略していくのでね。じゃあ次回もお楽しみに。グッバイ、また会いましょう。